お元気様です。久留米市の平です。本日はですね、週に1回私の出張の日ですので、まあ、今からちょっと福岡の方まで出ていきますけれども、はい、うちの久留米市の状況報告をさせてもらいます。で、ちょっとですね、まあ、別にその、塾とか予備校選びとか、まあ、まだゆっくり構えてるような人たちもですね、ちょっと焦ってもらった方がいいと思います。見ればわかると思いますけれども、はい、ということで、まあ、うちの久留米市ですね、高校3年生および高卒浪人生を20名定員にしてます。で、高校1年生、高校2年生、および小中学生の定員を20名という形にしております。で、高校3年生のですね、あるいは高卒浪人生の残り定員が5名ですよ、ちなことをお伝えしておきたいと思います。で、ちなみに、その九州大学物理学科の3年生の先生ですけどですね、もう全部埋まりました。はい、授業がですね、全部埋まっちゃいましたので、そういうふうにその実習室の座席は残りね、何席かありますけれども、先生の方がどんどん今埋まっていってますので、これらね、気をつけとってください。だからですね、もう先に予約だけでもしとってもらった方がいいと思います。こういうふうにしたいっちゅうなことでですね。で、例えば、今日、筑紫女学園高校の3年生の子がですね、体験授業を入れてます。はい。で、先週がなんか、大会で、来週も大会ということで、まあ、今月はですね、なんだ、引退試合が、まあ、入ってますよね、高校3年生はね。で、定期テストも今入ってて、もう忙しいとは思いますけれども、だから、先週がダメと。で、来週もダメと。だから、今週最後のチャンス、今週しかチャンスがないということで、今週ですね、今日、体験授業を入れてます。はい。てな感じで、ちょっとやっておかないと、その子はね、そういう形なんだけれども、まあ、実習室が余っていても、先生が今度は埋まっちゃうっていうようなことがありえますので、よろしくお願いします。はい、ということでですね、もう、なんかな、すごい、申し込みっていうかですね、そういった予約が多いです。だからこれ、残り5名というふうに書いてるけれども、まあ、予約してる人たちがね、全員入れば、それは残り5名ということだけれども、それが入らないということもあり得るし、あるいは、入ったは入ったんだけれども、結局、実習室は使いませんちゅうな子である可能性もあるわけですよ。だから、まあ、ちょっと、絶対的ではないんですけども、とりあえずね、最悪の場合を想定して、全員入って、なおかつ全員実習室を使いますっていうような話になった時には、残りもうちょっと5分しかないので、よろしくお願いしますね。もうこれから夏にかけてぐらいがものすごく生徒多いんですよ。5月、6月、7月がですね、多いので、うちの場合はですね、部活動をやってる子たちが隙間の時間で実習室を使いに来るっていうパターンが非常に多くて、そういう部活動をやってる子たちからすごく支持されてるんですよ、うちはですね。だから、部活動を引退するっていうこの時期に、部活動を引退したらさあ、どこの塾行こうかというような感じでね、まあ、どこの塾ももう、スタートしてしまってて、今更入っても、もう途中から授業参加みたいになって、うまくいかないからな、久留米実習室に行こうかみたいな感じでですね、もう流れでそうやって来るんですよ。うん、だから、まあ、そういうふうにね、予約みたいな感じでこう今来ているような子たちなんかも、まあ、ちょっと今は忙しいんだけれども、まあ、部活動のね、引退試合とかが終わったら入りますからみたいな感じですね。まあ、とりあえず予約だけ、授業の体験の予約とか、そういった形で、まあ、予約だけしているという状況ですね。はい、ということです。よろしいでしょうか。まあ、ちょっとですね、急がないといけないなというところはあります。はい。で、一つには、その高校3年生、高卒浪人生、ちょっと急いでくださいねと。で、高卒浪人生なんかが、まあ、私とね、約束をして、で、まあ、朝から使いたいんだけれども、夕方、夜の時間になったらもう使いませんよと、ね、朝から使って、まあ、12時ぐらいから使って、まあ、6時、7時にはもう帰りますよというふうな約束ができる浪人生であれば、まあ、6時、7時、まあ、7時以降ぐらいが満席になるんでですね。まあ、それだったら、この5名が埋まった後の入会も一応、高卒浪人生 OK という形にしましょう。まあ、高卒浪人生に限らずだけども、まあ、なんだろうな。まあ、大研の生徒であるとか、まあ、あるいは通信制高校に通っている生徒であるとか、まあ、そういう生徒たちのパターンとしては、そういうのが結構ありますからですね。まあ、それはそれでいいと思います。はい。で、やっぱ問題なのは、高校1年生、高校2年生とかですね。
下の学年の子たちですよ。下の学年の子たちがですね、やっぱり早めに始めた方がいいなというようなことで、まあ、昨日もちょっと保護者の方が来られていたのでですね、まあ高校2年生の、明善高校の2年生の保護者の方がね、来られてあったので、昨日ちょっとお話ししていたんですけれども、まあ、結局、こういう話になったんですよ。まあ、明善高校のお姉ちゃんと妹と来て、で、その子は、明善高校のお姉ちゃんの紹介で、明善高校の妹さんが、まあ、入会した形なんですけれども、2年生の子がね、高校3年生の、高校、お姉ちゃんの明善高校生がですね、前に、建築学科を受けて、で、ダメだったということで、九州工業大学の建築学科がダメで、まあ、マテリアルの方に回ったわけですよ。だったから、まあ、建築学科とか薬学部とかね、そういった時間のかかる、学科、学部っていうのがありますから、まあ、ちょっとそのお姉ちゃんの方は、明善高校の3年生の時に入会して、これで建築学科間に合わなかったから、これ絶対ね、高校2年生のうちから始めておかないと、建築学科とか薬学部とか、こういったところはもう間に合わないぞっていうようなことで、お姉ちゃんはもう無理やりバレー部のね、明善高校バレー部の妹の方を入会させて、高校2年生から入会させて、それで、熊本大学の薬学部に妹の方が合格しました。はい。もう熊本大学の薬学部って言ったら、九州大学の工学部とかより難しいからですね。だそういうのは薬学部とか、ね、建築学科とか、まあ、あるいは英語学科、歴史学科、心理学科、ね、まあ、いろいろそういった難しいところっていうのは、やっぱり時間がかかりますから、高3から始めてももう間に合わないっていうところで、高校2年生から、やったがいいっていうことでね、もう高校2年生からずっと授業を受けてガチ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 やってましたよ。だからやっぱ受かりました。はい。そういうことが大事でございますよっていうことですね。だからもう、小学生から来てる子たちもいます。はい。で、昨日、おとついっていうかですね、最近入会した施設の中学生なんかは中学校1年生ですよ。施設中学校の1年生の子がもうずっと今、自習に来てます。もう毎日のように自習に来てるんで、もうすごい頑張ってますよ。もうやっぱあれだけ中学校1年生の時から飛ばして頑張ってたらね、そりゃ受かるやろうなと。まあ、この前もちょっとお話しましたけどね、双葉中学校の、1年生か2年生の女の子がうち来てて、で、結局今、早稲田かどっか通ってますけれども、ずっと中学校の1、2年生の頃から実習に来てました。だからもう、久留米高校3年生の女の子たちがね、お嬢さんだ、お嬢さんだっていうふうにこう言ってたけど、まあ、私たちが中学校の1、2年生の頃ってあんな勉強してなかったけどね、と、中学校3年生になってちょこちょこっと勉強して久留米高校に入ったんだけどね、っていうようなことですね、もう言ってたけど、もう本当にいやいや、もうそんな感心してないで、もう高校3年生なんだから、もっと勉強しなさいよ、ということでね、話をしてたんですけれども、まあ、こういう形でね、早め早めでもう始めた方がいいと思います。もう高校3年生で今から入ってきて、それで難関に合格するとかって言うたらね、そういった建築学科とか、ね、薬学部だとか、まあ、あるいは医学部だとか、もうそういうところに受かるっていうような子たちっていうのは、やっぱり小さい頃からの積み上げがすごいんですよ。だから高校、よくあるパターンがね、まあ、昨日、おとついのキャスト大師さんのチャンネルかな、ちらっと見て、お、なるほどなっていうふうに思ったんだけれども、まあ、ちょっと私はいつもはこういう話をしてます。私が話しているのは、その高校3年生の子たちがね、うちに来て、これで、もっと頑張りなさいよっていうことで、私がね、あまりにも頑張らない子に、葉っぱをかけてたりすると、いや、でも、高校3年生の、去年合格した私の先輩は、11月ぐらいから入会して、それで、合格してますよと。だから私は10月までは勉強しません、みたいな感じでね。ちょっと待てと。それはその先輩が、ちゃんと10月までしっかり勉強して、最後の追い込みで11月ぐらいから、久留米実習室に入ってきて、それで合格したんだから、だからそういうもんじゃないと。ね。それはその先輩が今までずっと頑張ってきたからやれたんよと。あなたはそうじゃないやろと。ね。だから10月までその先輩ちゃんと勉強してたんよと。で、11月からここのね、久留米実習室に入会したけれども、11月から始めたわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、もっと早い段階から始めてます。はい。で、キャストライスさんで面白いこと言ってたのは、なんていうのか、
長い時間をかけて勉強してるようなやつはかっこ悪いと。ね、短い時間で効率よく勉強してるやつがかっこいいんだとかいうふうなね、そういう間違った考え方が、まあ、蔓延しているということで、まあ、高校1年生や高校2年生の頃からね、始めておかないと間に合わないのに、高校3年生から始めれば間に合うとかいうふうに思ってる子たちがいると。うん。だから、高校3年生からね、そういったキャストダイスさんとか、うちとかね、入会して、それで間に合ったっていう生徒っていうのは、実際には高1高2とか、あるいは小中学生の頃からめちゃくちゃ勉強してたんですよ。これで入会したのは高校3年生からね。で、いろいろ言うわけですね。高校3年生から久留米実習生に通ってて、伸びたとかいう感じでね。それはね、ちゃんと高2までやってたからですよ。高校2年生までやってたから、高3から爆発できたわけですよ。だから高校2年生までやってない子たちが、いきなりね、高3から爆発することはないんです。だから例えば野球部の子たちとかそうですね。野球部の子たちなんかが、まあ、8月とか、ね、9月とかのその甲子園の予選、最後の引退試合をやった後は8月か9月ぐらいに入ってきて、ボーンと伸びる子はいます。ボーンと伸びる子はいるんですけれども、それはちゃんと8月まで、ね、自分なりに野球をやりながら勉強もしていた子たちなんですよ。でも全然やってなかった子たちがいきなり8月9月にね、あ、野球部引退しました、さあ入会しますとか言って、8月9月ぐらいからポーンとやってきてね、始めても僕は全然伸びません。はい。だからですね、もう本当に5月とか6月の今ぐらいからですね、野球部の子たちがもう引退もしてないのに今のうちから入会してくるっていう子たちがいます。はい、というのも、その8月、9月の、その、ね、引退した時の時に爆発できるように今のうちからコツコツやっていこうっていうことですね。家ではなかなか勉強できないかなということで来ています。はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お問い合わせと電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい、ということで、以上です。